糸魚川市内の飲食店、徳才港で提供されている、糸魚川ブラック焼きそば。糸魚川市内の飲食店、タウン糸魚で提供されている、糸魚川ブラック焼きそば。糸魚川ブラック焼きそばは、新潟県糸魚川市で提供される焼きそばで、ご当地グルメの一つである。いわゆる B 級グルメに分類される。糸魚川市内の飲食店や旅館、ホテルなどにより結成された、糸魚川うまいもん会が、食による地域活性化を目指し開発した、ご当地グルメである。新潟県産のイカを不在に、またイカ墨を調味に使用し、真っ黒な焼きそばに仕上げる。日本海で採れる新潟県産のイカを使用していること、イカ墨を麺に絡めインパクトある。真っ黒な見た目に仕上げることが特徴である。麺は中華麺を使用することが多いが、日本そばを使用する例もある。イカ以外の具材や味付け、トッピングなどは各店の裁量に任されており、卵焼き、目玉焼き、温泉卵など卵をトッピングするもの、トマトソースをトッピングするもの、チーズを乗せて窯で焼き上げるものも見られる。提供店ごとにバリエーションを設け、観光客らが食べ歩き食べ比べを楽しめるようにすることで、観光客らの市内での滞在時間を延ばし、再訪を促すことが意図されている。2009年8月21日、糸魚川市の観光振興のため、ご当地グルメの PR を目的として、糸魚川うまいもん会が結成された。既存の料理では、他地域との差別化が困難であると考えた同会により、地元食材を生かした創作料理として、糸魚川ブラック焼きそばが開発された。イカが使用されたのは、糸魚川沖でのイカの供給が年間を通じて安定していること、また、糸魚川市の海産物全体の PR にもつながることを期としてのことであった。2010年9月15日に、糸魚川ブラック焼きそばを記者発表、9月23日から旧糸魚川市地域に所在する飲食店11店舗にて提供開始。9月25日には初イベントとして新潟県人会大交流祭に出品している。2010年12月11日及び12日に新潟市ときメッセで開催された新潟県下最大級の食のイベント新潟うまさぎっしりひろしに出品。9月の提供開始からわずか3ヶ月の出品ではあったが、2日間で2200食を完売し、来場者による人気投票の結果、新潟県内各地のご当地グルメ全17品中から第1位となるうま博グランプリを受賞した。2011年4月1日には、近江地域の飲食店も提供を開始し、提供店が26店に拡大した。2011年9月23日から25日まで、新発田市、月岡温泉で開催された国際ご当地グルメグランプリ in 月岡温泉に出品し3位に入賞した。2012年10月6日から7日まで南魚沼市で開催された国際ご当地グルメグランプリ 2012in 南魚沼牧師通りに出品し人気投票第3位を獲得、開発型ご当地グルメ部門賞を受賞した。2013年7月1日には糸魚川うまいもん会の監修のもと、山崎ランチパック、糸魚川ブラック焼きそば風が発売された。2015年10月3日から4日まで開催された、国際ご当地グルメグランプリ 2015 in 糸魚川に出品し、総合グランプリ及び創作部門グランプリを受賞した。ブラック番長とは、糸魚川ブラック焼きそばを PR するためのイカのマスコットキャラクターである。学ランとサングラスを身につけた、突っ張り風のいでたちをしている。2010年11月15日、新潟市内の日本アニメ漫画専門学校からの提案で、タイアップ制作が開始された。同校の学生25名によるデザイン案の中から投票で決定され、2011年2月27日に公表された。着ぐるみが制作され、各種グルメイベントやおまんた祭り等地域の祭事に現れたり、テレビ番組にも出演したりしている。ペーパークラフトや衣類などの各種グッズも販売されている。酢の明太及び大明太はいずれも糸魚川ブラック焼きそばの PR 活動を行う集団である。前者は糸魚川地域振興局及び糸魚川市の職員を、後者はボランティアとして参加している地域住民をそれぞれ構成員とする。パンフレットの配布、各種イベント出品時の調理活動といった直接的な PR にとどまらず、福祉施設や学校訪問などの幅広い活動を行っている。近隣地域のご当地グルメである、妙高市赤倉温泉の妙高赤倉温泉レッド焼きそば、上越市の健診講義の塩ホワイト焼きそばとともに、2012年1月31日、上越三色同盟を締結し、グルメイベント、天下御免越後上越食の嵐院、糸魚川など、タイアップでの PR 活動を展開している。ありがとうございます。